気づいたら熱海駅にいました。冒頭から変な発言するな。テレポート出ましたの？冗談ですよ、ははは。さて、本日は踊り子という特急列車に乗ろうと思います。特急列車ってこれか。なんかやたらすぐそんな車両ね。こちら185系という国鉄時代に作られた特急車両。E257 系2000番台という青を基調とした新型の踊り子の登場により、着実に数を減らしていっている車両です。また、2021年春にはこの車両は踊り子から完全撤退するそうです。もうすぐ乗れなくなるのか。懐かしの国鉄車体の方向幕。では早速乗車していきましょう。五感で味わえる国鉄時代の息吹、落ち着いた雰囲気の車内が特徴的です。この辺でいいかな。おー、こいしょーと。オーバーな動作をするな。これがテーブルです。見てわかるくらい色あせているな。実際にオープンしてみると雰囲気変わるかも。ってなわけで、オープン。最近のテーブルと比べるとやたら小さい。今まで小さくする必要ないでしょ。テーブルは小さいですが、駅弁くらいなら置けます。あら、おいしそうなお弁当。後で食べる。最近ただのブラインドが多い中カーテンを搭載しているのはありがたい。最近ってなかなか見ないわよね。レアだな。本日は東京まで乗車します。終点まで行くってわけだな。発車したらね。乗るのはこれで最後かもしれないから頑張って撮影しておかなきゃ。ところで、この踊り子の熱海の次の停車駅は湯河原です。普通列車でも1駅ですが、むしろ止まる踊り子の方が多いです。ってことは、それなりに栄えているのね。湯河原も熱海の陰に隠れがちですが、観光色強めな温泉街です。また、湯河原は神奈川県ですので、次の駅で静岡県を脱出することになります。でも熱海も厳しく神奈川県トンネルの中に入るとほら、モーターの轟音が響きます。火花っぽい音も聞こえるな。国鉄特急の豪快な走りっぷりを引退直前に乗ってみてつけてくれますね。さて、しばらく車内放送を聞いてみましょう。前から5号車、9号車の順に一番後ろが1号車です。自由席は前より2両、10号車、9号車です。その他の車両は指定席ですので、お手持ちの特急券に書かれました号車番号、座席番号を確かめの上ご利用ください。お手洗い、洗面所は1両おきについております。座席、気になりますよね。それは気になるわね。一旦どんなの？程よく快適です。2時間程度の移動ならこのくらいの硬さがいいかも。ただ、足を伸ばせないのは残念ですね。国鉄書体で書かれた型番、やっぱいいっすね。そしてその下には、自由席と書かれたプレート。これまた利害を感じさせるな。あ、雰囲気っしょくね。やっぱり旅に駅弁は付きもんだよな。ほんで、腕片手で開けるのがいいってこぶってるわね。やっと開いたか。バカ。なあ、おいしそう。着物を気に入れているものセンスいいよな。ではここらでちょっと面白いこと言います。タイが食べた面白いこと6800個くらい行って満足したので実食に移ります。ああ、そういう感じで乗っかってるのか。隣の漬物たちと合わせて食べても美味しそうだけど、まずはこのままね。自然そのままを味わいましょう。いただきます。もぐもぐもぐ。うまい。うますぎて足の進むスピードが6倍になります。なあ、自然なの。小田原熱海間の東海道線の要ポイントです。このアサリの佃煮と一緒に食べたら、こんなに美味しいに決まってるでしょ。ちょっと切れ気味なのなんでだよ。うまい。うますぎて箸の進むスピードが8倍。このアサリ漬けも最高に美味しかったです。マジで箸が進む。ところでこの弁当いくらぐらいしたんだ。これは830円ですね。駅弁の中では安めの部類に入ります。もうすぐ小田原という一大ターミナル駅に到着します。やっぱりどこまでも肉製放送なんだな。そうですね、今や特急列車のほとんどは自動放送が多少はついているので、個人的にはこの号車案内も好きです。見てくださいよ、この国鉄っぽいポイント。もう発狂しちゃいますね。せーの、ゼロで列車は坂和川を渡り、次の停車駅である大船に向けて爆走します。あ、小田原の次って大船なんだな。なんなら熱海を出たら横浜まで止まらない便もあるので、これはむしろ遅い方です。いやー、熱海の次が横浜の便はビンビンと払うのね。しかし悲しいことに、かなり早い便でも新幹線の小玉号には利便性でも速達性でも勝てません。もっとも、それが伊豆から使用するのであれば話はまた変わってきますけどね。
今更ですが、座席の間の肘掛けはちゃんと上げることができます。というか最近の肘掛けってむしろ上がるか否か以上に、コンセントの有無が重要になってきている気がしますけど、あいにくどっちにもついてません。もちろん床下にもコンセントは存在せず。モバイルバッテリーが見込んで。ヘビーに使うならそうですね。あ、今からですが台無し完食しました。やっぱり美味しかったんだな。さて皆さん、今私は何が欲しいと思っているでしょうか？金。間違ってはないけど全然違います。答えは飲料です。というのも私、先ほど熱海から神奈川まで歩いてきて、神奈川から1駅だけ電車を乗り継いで熱海から踊り子に乗ったんですよ。なんで熱海から神奈川まで歩いたの？それは私にもわかるわけでお金の見学タイムです。らしきか。少しに1駅制に似てますね。住みはゴミ箱、鍵は復帰してそう。ちゃんと雨になってやめたんだ。インテリアは好きなこと以外は充実してるな。もさもさも好きなもので。あと水はペダル式ですってよ。こちらは洗面所。電車の中のラインは文化じゃない。横にはなんか置けそうなスペースがあります。こっちはゴミ箱みてえな何かがあります。なんか面白いくらい水が出ません。どうあがいてもそうなのか、両方ひねればジョバジョバ出るのかはわかりませんが、これはあまりにも水量不足です。使えないわね、これさ。連結部の付近に立つとめちゃくちゃモーター音が聞こえます。さえやんとこう。ところでこれ、手動だと思いますよね。そりゃあ取っ手がついているならそうなの。いやひどうなのかよ。藤沢を通過したらもうすぐオフな。向こうには小田急の電車も見えますね。というか、いよいよ踊り子の後半戦か。そういうことになるわね。特急列車にしては珍しく窓を開けられますが、混んでいるのでやめました。あくまで迷惑かからないようにね。なんかコートとか帽子とかかけられそうなやつです。遊ぶな。グリーン車は4、5号車らしいですね。10号車あるのですがトイレが結構たくさんついてます。これはトイレ見学ツアーし放題ってわけです。ツアーのサービスってなんだ。具体的な座席が指定されておらず、座席に指定券などを持っている人は空席に座っているよってやつです。ですがすでに予約している人が来たらどこ。ですが185系での座ろう赤字運用はもう終了済みです。これまた古さを感じさせるゴミ箱ね。タバコの吸い殻は入れないでください。さえやんどこ。ね、横浜に到着。ここまで来ればもう残すはあと少しでございます。横浜と東京って近かったからもう本当にあと少しね。はい、東京総合車両センターが見えたらもうすぐ品川です。いよいよ語ることなくなったのか。品川に到着したら仙台まで行く日立ちが止まっていました。仙台行きって最近できたやつだったよな。2020年3月のダイヤ改正で生まれました。この古い車両からあの新しそうな車両に乗り換えて仙台に行けるのもあと少しね。国鉄の車両が高輪ゲートウェイ駅の脇を通過。新駅だったらね。この車両、もともとは転換クロスシートでした。後に今みたいなリクライニングシートになりましたが、当初は転換クロスシートなのに特急料金を取ることもあって評判はあまり良くなかったと思います。それが今では本当に珍しいとして人気の車両になるなんてね。というわけでいよいよ終点の東京駅に到着。向こうにはイオン系の車両が止まっていますね。引退が近い者同士で東京駅に集まっているの切ない。てかあのでかいのも引退するのか。もう降りるのね。古かい車両だったけどこんなに悪くない気分だったな。踊り子185系も近々引退なので記録はお早めに。この動画は以上です。またね。また見てくれよな。